バカツキオドー長野県道六十号長野荒瀬原線は、長野市霧原一丁目を起点とし、上見の地群品の町荒瀬原を終点とする県道である。長野市中心部と飯綱町を短絡し、飯綱町を縦断して、野尻湖東岸の品の町荒瀬原地席に至る路線である。長野市吉田一丁目から飯綱町群れ地席までの区間は旧北国街道に相当するが、 バイパス整備が進んだ結果、当時の道筋と重なる箇所はわずかである。吉田霧原水道、開通見学会の様子起点は、霧原交差点であるが、現地の標識では800メートルほど、南方の平林交差点から本路線と案内されているため、本設以降ではその区間も含めて述べる。起点付近では、JR 東日本長野総合車両センターと、 JR 貨物北長野貨物駅の間を進む。霧原湖線京で品の鉄道北品の線、北陸新幹線を一またぎにし、続いて、吉田霧原水道で長野電鉄長野線をくぐると、長野市吉田一丁目地席で総の木通り、SBC 通りと交差する。ここまでは4車線で、これより先は2車線である。SBC 通りを越えると若月大通りと呼ばれる、区間である。 再び旧北国街道と交差する田中交差点まではロードサイド点が軒を連ねるがその先は飯綱町、群れまで果樹園の間を抜ける快適な道が続く田草三島側の峠を越えるが西側の坂中峠と比べてカーブ、勾配が少なく走りやすい道路である旧群れ塾の入り口で旧北国街道と分かれ群れ駅近くを経て群れ駅入り口交差点で 国道18号と交差すると、旧三水村の中心部を縦断しながら、再び山間に入っていく。一部やや境愛な箇所もあるものの、基本的には日車線の回送路である。上信越自動車道をくぐり、飯綱町、品野町境を越えると、豊田飯山インターチェンジとのじりことを結ぶ、長野県道96号飯山明高高原線に、突き当たり、終点となる。 長野市側から順に記載する。なお、いずれのバイパスについても、旧道は、県道の指定を外れている。平出バイパス開通記念碑長野市飯綱町、品野町長野市飯綱町。ありがとうございます。